今日はこのシノン JS っていうのについて話すんですけども、さっき斉藤さんの方からちょっとお話出てたんですけど、斉藤さんサイノン JS って言ってたんですけど、どっちが正しいかちょっと分かんないですけど、今日は僕いつもシノン JS って言ってるんでシノン JS でいこうと思います。ちなみにこのシノンっていうのはなんかトロイア戦争っていうなんか昔の神話かなんかの戦争で活躍したスパイの人のことみたいで、英単語とかじゃないんで発音がちゃんと決まってるかどうか分かんないですけど、発音に関しては多分斉藤さんの方を信じた方がいいかなと思います。はい、じゃあ始めていこうと思います。まず自己紹介なんですけれども、岡村と言います。ポカッチャっていう ID でどこそこにいるんで探してみてください。で、仕事はですね、ピクセルグリッドっていう会社で JavaScript を書いたりしてます。よろしくお願いします。で、今日はさ、シノン JS、 さっきまあちょっと斉藤さんからも話出てたんで、まあ、どういう感じのものかちょっとは分かったかなと思うんですけど、まあ、ちょっと詳細について解説していこうかなと思います。で、まあ、テストダブルのライブラリなんですけど、これは単体で使うわけじゃなくて、QUnit とか Mocha とか、まあ、さっき説明した Jasmine とかと組み合わせて使うライブラリです。でもテストダブルっていうのは何ぞやっていう話なんですけども、テストしづらい、テストの中でテストしづらい部品っていうのを別のものに置き換えてテストしやすくしようぜっていうのが、まあ、この ChinoJS の思想というか趣旨です。で、テストしづらい部品っていうのは具体的にどういうものがあるかとか、どういうふうに画面に置き換えたらテストしやすくなるのかっていうのを今日話していこうかなと思います。で、まあ、主な機能、この5つ今日紹介するんですけども、スパイ、スタブ、モック、フェイクタイマー、フェイク、エクセチャルについて紹介していこうと思います。じゃあまず1つ目、スパイからいこうと思います。はい、まずこれですね、 jQuery のトリガーっていうメソッドがあると思うんですけども、これはスパイまだ全然関係なくて、このトリガーでトリガーした時に第2引数に値を指定するとバインドしたコールバックに値を渡せるんですけども、これですね、一番下のところ、EL トリガー、FOO っていうイベントをトリガーするときに、この第2引数を渡すと、このバインドした、ここですね、このバルっていうところに値が渡ってきます。これをまあチェックしようっていうテストです。で、これはこのように、expect var to be var、バルはちゃんと var になっているねっていうのを確認できて、まあ done でテストがちゃんと終了するっていうのを確認しています。まあこれはこれで全然いいんですけれども、じゃあ例えば、このトリガーが2回呼ばれたときにちゃんと動作するかっていうのを確認しましょうと。こんな感じですね。トリガーが2回呼ばれて、最初は FOO、2回目は BUZZ っていう、あ、違います、1回目は BAR、2回目は BUZZ っていう引数をコールバックに渡すと。で、これめんどくさくて、ちょっと結構めんどくさくて、この、ちゃんと2回呼ばれたっていうのを確認しないといけなくて、で、確認するためにこのカウンターを使って、1回呼ばれたら1回目は BAR だね、2回目は BUZZ だね。で、なんか if で分岐して、2回目終わったら GAN でテスト終了するというふうに、結構めんどくさい感じになります。まあめんどいです。じゃあこれをめんどくさくないようにテストするためにシノンスパイを使ってみます。で、シノンスパイっていうのは、まあ、こんな感じで使うんですけれども、まあシノン.spy っていう関数を呼び出すと、スパイオブジェクトっていうのができます。このスパイがスパイオブジェクトですね。はい。で、このスパイっていうのは関数なんですよ。できたスパイっていうのは。で、これ呼び出すごとにどういうふうに呼び出されたかとか、何回呼び出されたかっていう情報を自分自身に保存します。これ2回呼ばれてますよね。これ1回、これ2回。で、1回目の引数はこんな感じ。2回目の引数はこんな感じっていうのを、このスパイ自身が保持します。コールカウントっていうので何回呼ばれたか。これ2回呼ばれたんで2ですね。で、args っていうのでどういう引数で呼ばれたか。これ配列で渡ってくるんですけど、1回目の引数は foo, var っていう。で、2回目呼ばれた時はマホゲっていう。引数で呼ばれましたっていうのをスパイ自身が保持してます。で、これを使うとですね、さっきのトリガーのテストが非常にシンプルに書けるようになります。このようにですね、スパイでスカイオブジェクトを作ります。で、イベントのコールバックにこのように作ったスパイオブジェクトを渡します。で、ここでトリガーを2回呼ぶと、ちゃんとコールバックが2回呼ばれたと。to be っていうので2回呼ばれたと。で、その時の引数はこうだったよと。1回目の2番目の引数はバーだったと。で、2回目はバズだったと。このようにですね、さっきカウンターとか使って書いたテストが非常にシンプルに書けるようになります。これ、いくつかいいところがあって、例えばですね、このバインドとかのテストってめんどくさいのは、ここでイベント名間違えちゃったりすると、イベント発火しないんだけど、発火しないでそのままスルーしちゃって、イベント、発火してないんだけどテスト通っちゃってたみたいなこともたまにあるんですね。なんでさっきみたいにダンちゃんとここで終わったよっていうのを指定しないといけないんですけど、それはこういう必要が
なくなると。まあ、結構テストがフラットになって見やすいっていうのもあります。あとですね、さっきは、テストをする対象のメソッド、これだとトリガーですね。トリガーが一番下にあったじゃないですか。バインドを先に書いて、その中のコールバックで検証するんで、テストのこのチェックする部分が、トリガーより上にあったんですけど、普通テストって最初にそのテスト対象を実行して、その結果どうなるかっていう流れにするのが結構自然なんですけど、これコールバックのテスト、それが逆になっちゃうんで、ちょっと見づらくなっちゃうんですけど、このようにスパイを使うと、ちゃんとそれと同じように最初にトリガーでテスト対象を実行して、最後に要素じゃないですね、どのように呼ばれたかっていうのを検証できて、普通のテストと同じような流れになるんで、結構見通しが良くなると。まあ、いろいろこのように利点があります。はい、今のはスパイを、要は無名スパイっていうやつなんですけど、無名関数を代替するのに使いました。でこれ既存のメソッドをスパイ化することもできます。どういうことかっていうと、例えばこういう関数があったとして、リムーブエレメントっていうのがあって、 JQL オブジェクトを渡すと、この JQL オブジェクトに対して、まあ、リムーブ関数をなんか処理してリム関数を呼ぶと。でこれテストしたいときに、テストしたいのは、まあ、本当に要素が消えたっていうのをテストしたいんですけど、ちょ結構めんどくさいんで、この JQL のリムーブイベント、リムーブメソッドを呼んだっていうところまで確認したいと。でそういう時にもスパイを使うと非常に簡単に書くことができます。このようにですね、既存のメソッドをシノンスパイでラップしてやると。 jQuery-fn はこのプロトタイプですね、 jQuery のリムーブメソッドをスパイオブジェクトにします。まあ、この jQuery のリムーブメソッドにこうスパイを送り込んだみたいな感じだと思ってください。でそれをリムーブエレメント呼ぶと、 jQuery のリムーブメソッドは確かに1回呼ばれたっていうのを確認することができます。このようにですね、スパイを使うと、既存のメソッドをどのように呼ばれたか、もうこれ今コールカウントしか見てないですけど、どのような引数で呼ばれたかとかももちろん確認することができます。これがスパイですね。まあ、スパイはその他にもですね、今これコールのカウントと、さっき引数って述べてきましたけど、あとその他にもディス、呼ばれた時のディスの値とか、あと例外を投げたかとか、まあ、そういったことが確認することができます。はい、で次、スタブですね。スタブっていうのは、ほとんどスパイと、スパイを継承してるんで、スパイの機能は全部持ってます。で、スパイと違うのは、元の関数を上書きすることと、関数がどのように振る舞うかを決めることができるということですね。これちょっと、まあ、実際にコード見ながら解説していきます。例えば、まあ、さっきのリムーブエレメント、ちょっと実装変えました。ウィンドウコンファームで、ダイアログを出して、OK だったら削除すると。いう関数があったとします。これテストしようと思ったら結構めんどくさいんですよ。テストを走らせるたびにダイアログ出てきて、 OK をしたら通るけど、キャンセルをしたら通んないみたいなテストなんて実行したくないじゃないですか。でありえないですよねでこれを、まあ、スタブを使うと非常に簡単に書くことができて、ここの辺はさっきと一緒ですね、リムが呼ばれたかっていうのを確認するんですけど、スタブで、ウィンドウのコンファームっていう関数を上書きします。スタブは上書きするんで、コンファームはもう実行されなくなります。で、さらにスタブっていうのは、その振る舞いを決めることができるんですね。ここにスタブリターンズトゥルーってありますけれども、つまりこのウィンドウコンファームがどう振る舞うか、つまり何を返すかとか、まあ、呼ばれた時に例外を投げるかどうかとか、まあ、そういったことなんですけども、振る舞いっていうのは。ここでは呼ばれたら必ず true を返してねっていうのをここで指定してます。なので、confirm で true を返したらちゃんと、remove が呼ばれます。さっき不分で分岐してましたけど、ちゃんと window confirm が true を返しているっていうのが分かります。これちゃんと実際に window confirm が立ち上がらなくてテストできるっていうのが素晴らしいいいところですね。でこれちょっとさっきスパイの時言い忘れましたけど、既存のメソッドをラップするような形になるんで、毎回このリストアっていうので戻してあげないと、その後のテストに影響することがあるんで、必ずこれは戻します。これ今1個の中に全部書いちゃってますけど、さっき斉藤さんのジャスミンこれに出てきたビフォアとかアフターとか、まあ、そういった事前処理事後処理とかのところでスパイを作ったりリストアしたりすると前より見通しが良くなると思います。はい、逆にですね、さっきトゥルー返してましたけど、フォルスを返すと一個このコールカウントは0で、ウィンドコンファームがキャンセルをされたときには、
要素は削除されないというのがここで確認できます。はい。まあ、スタブはですね、こういうふうに、呼ばれると非常にやりづらいメソッドとかを上書きして、自分が都合のいいように値を返したり、振る舞うことができるので非常に便利です。はい。で、続きまして、モックです。モックっていうのは、スパイとスタブの機能を全部持ってます。なので継承関係でいうと、スパイ、スタブ、モックの順で継承しているので、モックが一番高機能ということになります。で、モックこれ多分一番難しいんですよ。シノン JS の機能の中で。で、あらかじめその、どう振る舞うかっていうのを決めてからテストするんですけど、これもちょっとコード見ながら解説しようと思います。例えば、とあるモデルのこういうクラスがあったとします。セットっていうメソッドを呼ぶと、バリデーションを通して、もしバリデーションが何もエラーを返さなかったら、ちゃんと値をセットする。今、バリデーションの実装はどうでもよくて、このセットっていうのは、バリデーションを一回通すと。まあ、こういうモデルが仮にあったとします。で、モックっていうのは、このように、ここで入手したモデルをモックオブジェクトにして、で、このバリデートメソッドっていうのが、どのように呼ばれて、どのように振る舞うかっていうのを、あらかじめ決めます、ここで。expects っていうので、そのメソッド名を指定します。ここだったらバリデートメソッドですね。バリデートメソッドが1回だけ呼ばれて、引数がこの uber っていう引数で呼ばれて、ヌルを返す。まあ、この場合、バリデートが何も返せないっていうのはエラーが通なかった。つまり、バリデーション通ったっていうことなんで、これでまあきちんと値はセットされるだろう。で、モデルでこのように値をセットすると、ちゃんとアトリビュートにセットされているというのがここで確認できます。で、最後にこの mock verify っていうのを呼ぶと、きちんとこのここで設定した1回呼ばれて、この引数で呼ばれたっていうのが確認できて、もしこの通りに呼ばれてなかったら mock verify が例外を投げるんでテストが落ちます。で、これ見てもらうとわかるっていうか、これって実はスパイとスタブを使えば同じようなことが全く同じようなことができて、まあ、書き方の違いだけなんですよね。はい。まあ、ここにも書いてますけど、僕でできることっていうのは、スタブでもほとんどできて、で、まあ、どっちがいいかっていうのは結構好みの問題なんですよね。このシノン JS 作ったテスト、なんか、この名前忘れちゃったな、さっき佐藤さんも言ってたんですけど、テストドリブン、テスト駆動 JavaScript の本書いた人が、これシノン JS 書いてるんですけども、その人もその本の中で、まあ、モックとスタブはまあ同じようなもんで、同じようなことできるんだけど、まあ、場合によって使い分ければいいし、場合によってはモックの方が簡潔で綺麗に書けることもあるんで、まあ、その場によって使い分ければいいよね、みたいな話を書いてました。でも僕は結構モックそんなに分かりやすいかなと思わないんで、普段はスタブだけ使ってテストします。はい。結構まあモックは難しいんで、おいおい分かればいいかなと思います。で、スパイとスタブだけあれば、割とシノン JS の、まあ、7、8割はもう、機能は使いこなせるかなという感じなんで、スパイとスタブをとりあえず、まあ、お書きください。で、次、4つ目、テイクタイマーですね。JavaScript のテストって、結構日付に関すること、書くこと多くて、って結構めんどくさいんですよ、実は。例えば、こういう関数があったとします。今日が日曜日かどうかを判定する関数。こんな関数本当にあるかわかんないですけど。で、まあ大体今日が何曜日かとかいう、今日がどの日かとかいう発表するときは、まあ中でニューデートして、今の日付取ってきて、まあ、ゲットデーって曜日に返すんで、0から6まで返すのかな、曜日ごとに。で、0は日曜日なんで、まあ確かに日曜日だねっていうのを返す関数であると。で、これを普通にまともにテストしようとすると、日曜日しか通らないテストっていうのが出来上がるわけですね。はい。週に1回しか通らなくてね、テストができるわけですけれども、まあ、そんなテストはありえないんで、どうにかしましょうと。で、シノンユーズフェイクタイマーっていう、これですね、よいしょ。ユーズフェイクタイマーっていうのを使うと、今の今日の日付っていうのを操作することができます。これ何やってるかっていうと、ウィンドウデートっていうオブジェクトをシノン JS が上書きして、自分が好きな日付を返せるようにしてます。なんで、これはユニクスタイムスタンプを指定すればいいんですけど、ここで作った、2013年3月24日っていうのは日曜日なんですけれども、日曜日の日付をユーズフェイクタイマーに指定すると、ニューデートとか、
レートナウみたいな関数を読んだときに必ずこの3月24日の日付でその日付をデータオブジェクトが変えることになります。なのでこの状態で3で関数を読むと必ずトゥルーになると、月曜日に実行しても火曜日に実行してもトゥルーになります。でこれも同じように最後にリストはしないと、デートオブジェクトがそのままフェイクのデートオブジェクトになっちゃうので最後に必ずリストします。で、まあ、同じようにですね、月曜日指定するとちゃんと is Sunday はフォルスを返すというのがテストで確認できます。はい、で、use fake timer はデートだけじゃなくてセットタイムアウトとかセットインターバルみたいなタイマーの機能も上書きしてテストしやすくしてくれます。例えばですね、まあ、これもこういう関数があるかわかりませんけれども10分待って、なんか関数を、コールバック関数を実行すると。はい。ありますね。で、これをテストしようとしたら、まあ、一回一回10分待たないといけないのかとか、まあ、そのテストもありえないわけですよ。で、結構このタイマーのテストって本当にめんどくさくて、まず、非同期になっちゃうし、その時間待たないといけないんで、結構めんどくさいんですよ。で、同じように use fake timer を使うと、同期的に自分でどのぐらい時間を進めるかっていうのを決めることができます。で、use fake timer すると、まあ、クロックっていうオブジェクトが返ってくるんですけども、ここでですね、jig っていうメソッドを呼ぶと、指定した、ミリ秒だけ時間を進めることができます。時間を進めるっていうのは、その、セットタイムアウトとかセットインターバル上で、進むっていうふうに考えてください。で、例えばさっきの10分で、10分だったら、メソッド実行するっていう関数だったんですけど、10分の1ミリ秒手前までまず進めてみます。で、その時点では、コールバックはまだ呼ばれていないと。コールではファルスであると。で、さらにそこから1ミリ秒進めます。そうすると、ちょうど10分経つんで、コールバックがここで初めて実行されるということが確認できて、きちんと、10分経ったら、コールバックが呼ばれるというのをここで確認することができます。このようにですね、非常にテストしにくいセットタイムアウトやら、セットインターバル。っていうのも、このように簡単に、しかも同期的に実行することができるので、非常に楽にテストを進めることができます。はい、最後ですね。最後、フェイク XHR です。まあ、これは名前の通り XHR を上書きします。例えばこういう関数があったとしましょう。これは割と今までの中でもありそうな関数ですね。ヘッジユーザーっていう。はい、AJAX を呼んで、まあ、API ユーザーっていうエンドポイントにアクセスすると、まあ、JSON でデータを取ってくるよっていう。で、ここで指定したコールバックに、リザルトがどうだった。まあ、これフェールした時は書いてないんですけど、本当は多分これフェールしたらリザルトエラーとか多分書いてくるでしょうね、きっと。で、まあ、データにその取得してきたユーザーデータが入ってくるよという関数です。で、これ、スタブとかで、さっき出てきたスタブを使って JQuery AJAX 関数をスタブ化してもまあいいんですけど、それだとちょっとまあ問題があるというか、これデファード、JQuery のデファード返したりしてるんで、テスト側でスタブ化したやつをデファード返して、そのプロミス解決したりとか、ちょっとまあめんどくさくなったりとか、あとこの中の実装を変えようとした時ですね、AJAX じゃなくて例えば、こうやって GetJSON を使うようにするとか、まあ、もしくはもうやっぱり JQuery 依存をやめて JQuery AJAX は使わないで通信するとか別のライブラリ使うとかなった時に、まあ、JQuery AJAX をスタブにしてると、まあ、テストも全部書き換えなきゃいけなくなると思う。で、まあ、それはどこまでまあテストするかっていうところにもよるんですけど、まあ、それよりはまあちゃんとリクエストが飛んでるかとか、もうちょっと低レベルなところをダミーにしてあげると非常にテストしやすくなって、リファクタリングもしやすくなると。で、まあ、XHR を上書きするには、シノンの Use XML HTTP リクエストというのを使います。はい。まあ、これはもうお察しの通り XHR、IE だと Active X Object かな、を書き換えて、まあ、通信する部分を丸ごとシノン JS が書き換える。はい。こんなのも手で書いてたらすごくめんどくさいんで、シノン JS すごくありがたいです。で、これはまあちょっと使い方が複雑というか、ちょっと言葉長いんですけれども、まあ、このようにフェイク化したらですね、これフェッチユーザー呼んでますけれども、フェッチユーザーさっきのように JQuery の AJAX を呼びます。JQuery の AJAX が中で XHR を呼ぶんで、リクエストが飛ぶんですけれども、それはもうシノン JS によってダミー化されているんですけれども、
で、そうするとこのオンクリエイトっていうのがコールバックで呼び出されて、そこにどのようなリクエストがあったかっていうリクエストオブジェクトを保存します。で、どのようなリクエストがあったかっていうのをこれ get メソッドで API ユーザーっていうパスに対してリクエストがあったよっていうのをまず確認できますと。で、さらにですね、このリクエストは任意のレスポンスを返すことができて、ステータスコードは200で、第2引数これ今ヘッダーなんですけど、まあ、ヘッダーはカスタムヘッダーは特になく、ボディをストリングで返すと。で、まあ、ストリングで返すと、あの JQuery の AJAX 関数はあのデータタイプに JSON を先指定してあったんで、これを JSON にパースしてきちんとコールバックに呼ばれていることがここで確認できます。コールバックがきちんと1回呼ばれて、その引数はリザルト OK で、データっていうのはここに指定した文字列がきちんと JSON パースされて入っているよということが確認できます。で、最後に同じようにこれリストアで戻しましょうと。はい。で、XHR ダミーにするの結構便利なんですけど、ちょっと書き方が今みたいに難しくなっちゃうんで、もうちょっと簡単な書き方がシノン JS 用意されてます。今のはかなりベーシックな書き方ですね。で、フェクサーバーっていうのがあって、まあ、あたかもサーバーを実装するかのように書くことができる。まあ、比較的直感的になる感じですね。まあ、ほとんど機能としては、今紹介した XHR のテイクのやつと一緒なんですけれども、ちょっと書き方が簡単になるというだけですね。このようにですね、レスポンドウィズっていうので、どのようなメソッドで、どのようなパスの時にどのようなレスポンスを返すのかっていうのをまず先に定義します。で、フェッチユーザーで実際の XHR リクエストを飛ばした後にレスポンスを返すと、まあ、先ほどのようにですね、ちゃんとコールバックが呼ばれて、期待した通りの引数でコールバックが呼ばれてるねっていうのを確認できると。さっきよりは非常になんか直感的ですよね。なんかオンクリエイトでリクエスト保存してみたいなのはしなくていいんで、非常に簡単です。はい。で、今日の話はこれで終わりなんですけれども、最後、まとめです。シノン JS は、すごく本当に便利なんですよ。はい。で、でも、シノン JS 使いすぎて、なんか何でもかんでもスタブにしたりとかですね、モックにしたりとかしてしまうと、便利は便利なんですけど、もう本当に何をテストしてるのか分からなくなっちゃうみたいな状況もあって、その、まあ、テストの計画にもよるんですけど、まあ、どこをスタブにするとか、どこをスパイ使うとか、まあ、そういうのって結構まあ慣れも必要なんですけど、まあ、あんまり使いすぎると本当に何をテストしてるのかよく分からなくなっちゃうんで、まあ、気をつけましょうと。まあ、ご利用は計画的にやってください。で、最後宣伝です。ちょっとだけ宣伝、弊社ですね、コードグリッドっていうサービスをやってまして、これ何かっていうと、フロントエンドの人たちのためにですね、週1回3本ほどフロントエンドの記事を配信するっていう、メルマガプラスフロムウェブアプリっていう形でやらせておりまして、その中にですね、僕この前テストの記事書いて、テスト入門みたいなシリーズで6回書いたんですけど、そのうちの2回シノン JS になってしまったっていうですねテスト入門なのになんか変な感じになっちゃった連載があるんですけど、まあ、こういうのも連載してたりとかですね、他にもいろいろフロントエンドに関わる面白い情報を配信したりしてるんで、月額840円で有料なんですけれども、最初の30日無料なんで、もしよかったら購読してみてください。はい、というわけで以上になります。ありがとうございました。